ご紹介ありがとうございました。あのご紹介に入れました医学部医学研究家の山田と申します。えっと、私は今、あのご紹介ありましたとおりあの、スーパーグローバル、の関係で医学研究家の方から、えー、1講義、えー、提供させていただいてます。 疾患関連遺伝子探索のための統計遺伝学基礎ということでやらせていただくんですけどもまあえっと今日はその作るにあたっての黒話といいますかまあどんな感じのものがどういうふうにできてきたかっていうのをお話ししようと思います。でまあえっとそのスーパーグローバル SGU っていうプロジェクトで何を目指しているかっていうと,えっと京都大学の大学院に入ったらばまあ普通はの卒業すると京都大学のえまあ クスの,木のマークの入った学位記が、まあ、もらえるもらえるとかあの得られるわけですけれどもそれだけだとちょっと箔が足りないのでじゃああのもう少し海外の,あの大学と連携をして、えっと、学位機に2つマークを入れましょう京都大学の、えっと、学位でもあれば、えっと、そのタッグを組んだもう1つの、えっと、大学大学院の、えっと、学位でもあるそういう大学,、えっと、学位を出しましょうというあのプロジェクトが動いています。でえっと、それを進めているのがこの、えっと デュアルディグリープロジェクトというものなんですけどその一環として今回このレクチャーを組んでみようということにしましたで。大学院のの講義なのでですね まあ、統計遺伝学統計と遺伝の両方をやらなくちゃいけないんですけどもそれをやるためにベースとなる、えっと、学部でやってきてほしい学問というのがいくつかありますまず、えっと、医学それから生物学ライフサイエンスっていうもののある程度の基礎は持っててほしいしそれから、えっとまあ、大規模なデータを扱う分野なので、えっと、それを扱うような基礎、えっと、いわゆる計算機ですとか情報学といわれる分野についてもある程度何かしら知っててほしいコンピューター学を知ってほしい。でえっとまあ、それの、えっと バイオ版、えっとライフサイエンス版ですけどバイオインフォマティクスというのもまあ使えますのでそれについてもそこそこなんか知っててほしいしそれの,あの統計の基礎である、まあ、統計学であったり、えっと、数学だったりこういういろんな分野を学部でそれなりにやってきた人が取るようなコースという設定で、えっと、作りました。でそうしますと、まあ、学部のレベルで、まあ、遺伝学であったり分子生物学だったり統計学だったりコンピューターの、えっと プロググラミングだったりを学んでいるってことなんですけども、えっと、なかなかあのえっと 学学部部を卒業したからっっっってててて言これ全部やってる学生さんんいませんそれをまあ学際分野っていうんですけども学際的な私どもの分野なんかの場合ですと大学院の方入ってくるんですが、えっと、皆さんある人はまあ遺伝学については知ってるけれどもコンピューターについてはほとんど何も知らない、えっと、分子生物学はやってきたけれども統計学って言ったらあのはっきり言ってもとても嫌いみたいなそういう人が入ってきて、えっと、そうするとその方々にこれらを全部分かった上でえっと 勉強しなななくちゃいけないけ統計遺伝学を教えるのは、まあ、結構大変なんですねどうして大変かというと、えっと、学生さんが前にいたときにこの人は統計学は分かってるけど遺伝学は分かってないこの人は分子生物学がかかってるけどプログラミングができない、えっと、この人はプログラミングができるけど統計学が分からないみたいな人を前にすると結局、えっと、全部、えっと、学部のレベルに戻って一から教え始めていつの間にかそれをやってると本当に教えたかった大学院で教えるべき遺伝統計学全部をミックスしてやらなくちゃいけない。 そのコアの部分は、えっと、教える時間がなくなってはい終わりってことになってじゃその後はまあと自学で頑張ってくださいっていうような対戦、えっと、にせざるを得ないっていうのが現状としてありましたで、えっと、今回 MOOC で、えっと、そこをなんとか突破するための,あの突破口を開こうと思ったんですけど今お見せしてるのはその MOOC のコンテンツっていうかこのコースを、えっと、まあ教員も参加して作るそのサイトになるんですけどもなんか こういうウェブサイト形式でいろんなものを作ってはアップロードして、あの修正してみたいなことをえっと繰り返して行います。で、実際に私はまだ完成品をまだないので、どうなるのか見たことないんですけども、学生さんが実際にやるときにはえっと今からお見せするような画面になって、えっと何かしらこう？クリックしながらえっと学んでいくんだろうというふうに聞いておりますが、えっと私は本当にまだあの出来上がりを見ていないし、自分でムーク取ったこともないので、えっとさっぱり分かりません。っていうのが現状です。でもまあ教員はそういうさっぱりわからないところで。まあ 作っあ何とかしようとしているってそのくらいのレベルで京都大学のとムークの作成進んでるんだっていうのは認識してるって,言っていただけたらと思いますけれどもで実際先ほど学部で学んできてほしい生物学遺伝学分子生物学それからコンピューターについては第1週目で遺伝学分子生物学については何かこういう YouTube みたいな 公共のものもを持ってきてきそれを聞いてで勉強してこれに付随しているテストを作るわけですけどテスト、えっと 受けてててて突破してから第2週目に来てくださいってやってありますでそれのための補助教材はたくさんあのリンクを貼った文章が教科書みたいなものが貼ってあるので、えー、とまだ学部で勉強してなかった人もしくは学部で勉強したはずだけど忘れちゃった人は頑張ってセルフラーニングして勉強して,て試験を突破してからやってください。コンピューターも全くど素人だったらやどうにもしょうがないので、えー、とゼロからの人はまあコンピューターのランある言語もえっと勉強してそこそこコマンドが打てるようになってから2週目に入りましょうっていうえっ、ー、と。 かなり高いいハードルを、えっと、第1週目に課していますでどうしてそうなってしな,くちゃいけないかというと、まあ、我々の分野はものすごく進歩が速くてです、ね、今回も4週間のコン,コンテンツ作ったんですけれどもあの多分1年後にはもう古くてちょっと使えないなというようなそういうものです。でえっと 大学で実際に行っている講義もそういう感じで毎年毎年コンテンツ変えていかなくちゃいけないのでえっとまあそれをムークでやるときもまあその辺はえっと仕方がないと思ってやってほしいと思っています。でもう一つポイントがあって大学院でそうやって教えてるって申しましたけれどもえっと京都大学の大学院大きいですけれどもそれでも私がこの講義をえっとリアルの世界でやるときの学生さんってはものすごく少ないです。ほとんど対面講義みたいな感じをやっています。毎年そうですね 4 5人相手に教えているみたいな感じで,で MOOC はそこを、えっと、京都大学に在籍してない人でも取れるようにするのでその今まで4人だった人が、まあ、10倍増えて40人100倍増えてもまあ400人そのくらいまで増えると、まあ、MOOC をやってる意義があるかなっていうくらいのつもりで私はやっています。 で,まあ、ですけれども潜在的な需要は多そうなのでそこにえっとせっかく作ったので期待をしながら作ってるという感じですかね。でじゃあ MOOC の本当のメリット何なのかで先ほど MOOC、えっと、ウェブサイト形式でやるって言ったんですけどウェブサイトを使っていわゆる e ラーニングっていう形でやる講義は別に大学の外にオープンコースウェアで出さなくてもできます。実際にこのサイトは私が通常の講義で通常の在籍している大学院の学生さん相手に えっと、ネットを使って e ラーニングをしているものです。で、ここで、えっと、マテリアルを配信したり、それからレポートの課題を出したり、それに対して提出をネット形式でやって、それに対して、えっと、フィードバックをかけたりということを、えっと、実際にはやっています。ですから、MOOC の本当のメリットっていうのは、この e ラーニングではないわけですね。で、そうするとやっぱり MOOC の本当のメリットは何かっていうと、先ほど言ったあごめんなさい、その話はあとの視点でもう一つ、MOOC はなかなか、あの、 来ると難しいんですけど、何が難しいっていうのは今回文こうやって分かりました。普通に講義をしているときってものすごくこう。あのやりやすいんですね。何がいいかって言うと、このタイミングを取ったり、シーンとしてる時間を取ったり、質問を投げて相手が考えてる時間があったり、そういう間合いとか掛け合いみたいなところがものすごく。あのリアルの世界の行為ってのは重要なんだなと思いました。で、そういうこの辺りのところが。 通常のの講義のメリットで逆に言うとムークのデメリットはここなんですねでそうすると MOOC はまあ今受講者を増やせるね潜在的にたくさんいるだろうという受講者が増やせるっていうところなんですけどそのデメリットのところはデメリットで仕方がないのでその MOOC にしかできない e ラーニングであるっていうことのアバブオンでさらに MOOC にしかできない大学の中の人と大学の外の人をつなぐとか大学の外の人同士を うまくつなぐとか,なんかそういう MOOC ではできないメリットっていうのがものすごく表に出てきてくれると MOOC 作ってやりがいがあるんじゃないかなと思いながら作っておりましたで最後このスライド私の作成しての完成ですけどもまあ,あの私はもともと e ラーニングを自分でウェブサイトを立ててやってるようなものなのでえっとこういうあのツールを使って講義を作るのは比較的好きですで。 なのででどどんんん気楽に作りたいんですねで毎年内容変わるのでどん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 修正しながら作りたい。で今回作るのものすごく大変だったのとこの、えー、とビデオを撮るんですね。でビデオを撮るっていうのはもう慣れてないのでものすごく緊張する。であのなんかちょっと失敗すると「やり直し」とかって言われて、えー、と最後の頃はもうあのあのビデオを撮られる方も,もう山田先生は「いいです勝手にしゃべってください」みたいな感じで諦められちゃったんでよかったんですけどでもそうは言ってもものすごくこう。あの 緊張しながらそれからものすごく制約かかってるなっていう感じでやったので、やっぱりあのその素晴らしいものができると見て素晴らしいと思うんですけど。でもまあ最後はコンテンツ中身で勝負なので、まあ、あんまり細かいところは言わないで、あの作成してくれたらいいな。で、後でどんどん修正させてくれたらいいな。というところは思いました。で、あの9 0先生がま単位取得のことを言われてたんで、僕もこの単位取得のところはどうやってクリアするのかな？っていうのが作りながらわからなかったので、ここのところはなんかとても工夫が。 いるんじゃないかなというふうに思いました。ちょっと駆け足でしたけれども。以上です。どうもありがとうございました。あの。